はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。いつまでたってもね、コロナ終わりません。もう今年もね、今年いっぱいずっとこれでしょうね。緊急事態宣言なんかこのままいったらずっと出しっぱなしちゃうのみたいなことになりますけども、まあまあね、ワクチンが浸透すればなんとか落ち着いてくるだろうと。先行したイスラエル、アメリカ、イギリスを見てますと、ワクチンの接種率とともにガーンと落ちてきましたね。まあ日本も7月から本格的に始まるという話ですね。一般的な65歳未満の我々は、僕あとね、あと6年年食ってたらね、65歳以上になって、65歳以上ともええかって打つかも分かりませんね、ほんまにね。あ、すいません、ちょっと今なんか吸い込んだ唾が誤嚥しました。尿あるんです。さて行きましょう。日本経済新聞でございまして、28日の14時53分、有料会員限定の記事なんです。で、私は開きましたんでね、こう開いたところのアドレスを貼っておきますけども、多分、開かないところが皆さんの前には出てくるかもわかりませんね。日銀おしめ買い徹底が結実でいいんですよ、これね。ETF 含み益50倍というね、なんなんと思って、そうはまあ言うてみたらあれですよね、ETF 買うてるでしょ、買うてたでしょ、日銀は。あれ、いつも大体安い時に、いや、ガーンと下がった時にいつも買うんですよ。だから、それがね、含み益が出てるんやって、ちょっとね、簡単に読んでみますね。はい。日銀が保有する上場投資信託、ETF の含み益が膨張している。日銀は27日、2021年3月末時点の含み益が15兆4444億円になったと発表した。わあ、すごいですよ、これ。15兆4444億円の含み益。株式相場が下げた局面での買いを徹底した成果が足元の株高で一気に結実し、20年3月末に比べて50倍の規模に膨らんだ。一方、5月の ETF 購入額は未だゼロ。買い入れを控える姿勢を明確にしており、市場ではステルステーパリング、隠れた緩和縮小が進んでいるとの見方が強まっていると。な、以下書いてあるんですけどね。まあ簡単に言えば、安い時に購入してたと。で、そもそもですね、上限12兆円で、6兆円は絶対購入するというのを決めてたんですね。それを今年に入ってから、上限12兆円にして、別に加減というか、絶対買うということはないというふうに改めました。ちょっとずるいなと思いながら、要はテーパリングですね。すなわち金融緩和の縮小にそろりと動き出しているわけでございまして。まあ、それはそれでいいんですけどね。それはそれでいいんですけど、今年4月に1回だけ701億円買いました。まあ3月まではまあまあ買ってたんですけど、5月はまだ1回もない。多分今日も買ってないでしょうから、昨日も買ってないでしょうから、あれですね、もうもしかしてこのまま行ったら、買わへんのちゃうかと。基準がありまして、これは発表されていることではないんですけども、言われていることは、午前中にトピックスが 2% 下がったら買いに入るということですね、今はね。で、4月以前はですね、午前中に 1% 下がったら買いに入るということだったんです。で、そこでガーッと買うわけですね、501億円とか701億円とか買って。それで、ですね、今どんだけあるかと言いますとですね、書いてある、どっかに書いてあったんやな、ものすごいね、これね、投資としてはね、ものすごい上手で、あれしてるんですね。
本当の株で、株のディーラーがですね、トレーダーがですね、着実に収益を積み上げる日銀の手腕は認めざるを得ないって言って、と舌を巻くなんていう、あれですね、言い方がされてるわけでして、どっかに書いてあったんですかね、あ、保有時価はですね、51兆5093億円、51兆ですよ、20年3月末日、3月末日で 65% 増えた、母価は 17% 増の36兆649億円。つまり現金は、現金で払ったのは36兆を払って、今、母価というか、時価がですね、保有時価が51兆5千あると。その差額が15兆4千。すごいやん。すごいことですよ、これ、15兆。それでね、15兆もあるんやったらね、ええやん、もういい加減ね、株ね、28日もね、600円上がってるんですよ。ええやん、そろそろ売りに回ろうな、売りに。その、急に売ったら暴落しますから、徐々にこう、売ってったらええやんと。んでね、そしたら12兆円ぐらいはね、出るでしょ、1年間かけて売ったら。その12兆円出るということを前提にね、政府はね、その12兆円分の国債を発行するんですよ。で日銀に買わせるんですよ。これでもう一回一人10万円配ってるな。ほんまに、ほんまやん、収入減ってるねん僕は、今年の方が、せやから10万円欲しいわほんまに。あれね、日本全国民に一人10万円配ったんですけども、日本全国民は1億2000万人、1兆持ったらえらいことで、ほんまに、1億2000万人いるわけですね。約ね、本当は1億2400万人とかね、詳しいこともその辺はええやん、別に。で、それに1人10万円配るとですね、正確に言うと12兆4000億円いるんですけど、400万人ぐらいは、まあ、ようわからへんっていうことなんで、まあいいやん、大体のところで12兆円やんということで、12兆円あったらまた1人ね、10万円ずつ配れるわけなんですよ。こんなケチなこと言わんと儲かってんさか配ろうな。せやん、そんなん。そうでしょ、日銀が儲けてどうすんのと。日銀一応株式会社ですけどね、政府の機関でもあるわけだって、こんな株式トレーダーみたいなことしてね、稼がんでもええわけですよ。徐々に売ろうな。その方がむっちゃくちゃ健全なんですよ。そもそもに、日本銀行って中央銀行ですからね。中央銀行っていうのは、物価を安定させるっていう使命があるわけですよ。物価と貨幣価値を安定させる。まあ同じなんですけど、要は貨幣価値を安定させると。どういうこと、物価も安定するということですね。そこに価値、そこに使命があって、あとはですね、景気を良くする。良くするというか悪くしないということなんですけど、ある程度によっては。そのために株を買ってたわけですね。で、ほんまはね、そんなしなくて、景気はまあ安定して悪くないように安定してですね、物価も安定するというのが一番ええわけですけども、その景気を良く見せるために、ひたすら株を買ってたって、それ、はっきり言って禁じ手なんですよ、本来は。だからね、いつかは売らなあかんわけでしょ、ね、今売ったらええやん、徐々に売ろうな、徐々に。株価がね、今ね、2万9000円くらいでしょ、ええやん、2万円ぐらいまで売ったらええやん、別に。それで12兆円ぐらい出そうな、それ出したつもりになろうな。それ、とりあえず政府に国債ね、買ってもらって、国債発行してもらって、まあ、銀行通して日銀引き受けて、それを当てにしていきましょうや。一人10万円。ほんまに。頼むわ、ほんまに。持続化給付金でもええけど。持続化給付金1社200万円、またやろうな、あれ。あれ、そんなんお金かからへんでしょ、そこまでは。12兆円もかからへんはずですから。それやってんの、それ。頼むわ、ほんまに。ちょっと今年売上減りそうで嫌ねんけど、私。ほんまに。はい、ということで、まあ、おふざけは別にして、そんだけですね、日本銀行がですね、こう本業でない儲けを出しているというですね、なんていうか、なんとも
腹立たしくはないんですけどね、別にね、腹立たしくはないけどおかしいやんそれという、まあ、そういう話であるんで、別に有効活用してもらえば何の文句もないですよ私は、だからあれ行きましょうよ、1人10万円、持続化給付金200万円でもいいんですけど、僕はどっちかというとその方が嬉しいですね。はい、ということでこの日経新聞のですね、開いた方のサイトを貼っておきますんで、私ほんのちょっとしか読んでませんので、皆さん本文全部読みたいという方はですね、会員登録をしていただいてですね、月に10分まで読めそうでございますから読んでください。はい、どうもありがとうございました。